バックゼムの神様さん、今回っていうか次のパートで、ブラッドクリスマスパート11になるじゃないですか。そうだの、それがどうかしたのか？もうバックゼムの神様さん、実況のスキルがどんどんついてきたと思うんで、ちょっと次のパートを一人でやってみませんか？わし一人でか？お前はどうしたんじゃ？俺、ちょっとね、今、頭痛が痛いんですよね。あ、痛い痛い痛い、あ、頭痛が痛い、頭痛が痛い。頭痛が痛いって言葉遣いおかしいからな。まあ、わかった。お前、頭痛が痛いんだな。頭痛が痛いっておかしいけど、頭痛が痛いんだな。はい、頭痛が痛いんです。頭痛が痛いんですよ。わかった。じゃあ、一人で取ってくるわ。お願いします。俺、寝てますんで。せーの、ブラッドクリスマスと言っても一人しかおらんのじゃがの。よう、見直し、バックステップの神様じゃ。今日は刹那啓介はいないぞ。一人で実況じゃ。なんか刹那啓介一人で実況してみませんかって言われたからの。やるって言ったったわ。わしもとことん挑戦じゃ、ここまで来たら。そうじゃ。てか、刹那啓介、こんな大事な場面でおらんでよかったのかの。まあいいわ、わし一人で進めるぞ。刹那啓介、ああ、何それって思わせるくらいに。まあ、変身は刹那啓介がするんじゃがの。確か前回動き回っとったらイベント始まったんだよの。あ、刹那啓介おらんのじゃった。なんか癖でちょっとモコちゃんのセリフが出たら黙っているような癖ができてたしまったの。モコちゃん、こんな声でいいのかの。視聴者さん、黙っていないってことないかの。わしの声でいいのか。ちょっと刹那啓介っぽい声で呼んでみるか。ずっと同じ声を場所に入れるのって退屈だな。ちょっと似てる？刹那啓介っぽい声になってる？何か面白いことが起こらないかな。ちょっとぎこちない気がするけど、お？地震？何の音？まさか。暴れん坊のサンタクロース、お前かー。てか、でかい。青鬼くらいでかい。大変だ。隠れなきゃ。ここしかないじゃん。刹那啓介とおらんときにすっごいことやらされてるわし。なんかわし、貧乏くじ引かされてる気がする。もう完全にゴミ袋、お前、スタンバイしてるぞ。オッケーじゃん。それなら大丈夫。わしの姿が見えんじゃろ。ざまみろ、暴れん坊のサンタクロース。今度ツイッターで撮ってみてやるわ。助かった。でも、どうして凶暴かサンタが。ここはサンタ教会の牢屋なのに。もしかして入り口の警備がやられて侵入されちゃったってことかな。ここにいたら危険だよね。逃げなきゃ。なんか刹那啓介のモノマネなんか上手くなっとるか。サンタ教会に凶暴化が侵入した。牢から脱出しよう。もうプリズンブレイクや。やった、プリズンブレイクや。もうサンタのことなんかどうでもいいわ。プリズンブレイク。あいつの血が飛び散り、ここでもセーブできるんか。大して変わらんかの。行くぞ。やばい、本当にたくさんいるの。よし、とりあえずこいつから行くかの。こいつ初めてです。顔がサンタってなんです。もうサンタ意識高いの。プレゼントがちょっと私好みの色じゃの。行くぞ。刹那啓介しかおらんでも戦えるんじゃ、わしは。モコちゃんか。あ、そっか、モコちゃんじゃから特に特技に強い技はあることはあるんじゃが、とりあえず普通に攻撃してみるか。あ、これでも全然戦えそうじゃから、このまま。何、お前、自分にプレゼントをやってるんじゃ。前にそんなやつおったがの。回復量は？あ、問題なかったわ。さすがモコちゃん、一人でもなかなか戦えるってか、わしさすが、一人でも狙っていけるとるの。プレゼンも担当取れとるし、魔力の源ってなんじゃ？前にも出てきたかの。見逃して。あ、プレゼント開けそうになったわ。危ない危ない。なんじゃこれ。これはやばい。お兄ちゃんに渡さんかったらやばいやつじゃの。わしにはつうか、モコちゃんにはもう手が負えないようなやつじゃの。刹那啓介が見たらどう思うかの。
多分ダークフレームマスターのモノマネとかしそうじゃんの、刹那圭介だったら。あ、こいつ見たことあるの。めちゃくちゃ恥ずくんじゃ。回復魔法覚えてないよな。三国レンジャーの王者の。やばい、回復覚えてないの。こいつ戦ったし、もう逃げていいよの。なんかなかった。絶対逃亡。これがあったんじゃ。そうじゃそうじゃ。絶対逃亡があったんじゃったの。それで。回復アイテム。あるかの。回復アイテムがなかった。あ、なくても別にベッドで寝ればいいのかの。あ、ここでも寝れるのか。便利だの、牢屋ってのは。刹那圭介がいなくてもわし、なんかわしいつもと声が違うような気がするけど、まあいいかの。お、ラム肉のやつじゃ。ラム肉のってランは思ってないよな。じゃの。あ、ラム肉どこで手に入れるのかの。もしかしてサンタが落としたりするのか。ラム肉サンドみたいなのがおるのか。羊好き、羊好きが羊の肉持ってるわけないよな。なんかいるぞここに。トナカイが死んでいる。トナカイに悪いことするなんて。サンタの片隅ちゃんの。はい、片隅って言おうとしてるんじゃわし。語学力ないのかわし。どうした、刹那圭介と言ったら語学力なくなってきたぞ。おい、おい、板さん見たことあるような気がするけど、とりあえず、まあ、余裕じゃろうな、見た目的に。余裕じゃったわ。刹那圭介おらんときに結構プレゼントボックス手に入るだろうな。へへ、行動が見て、刹那圭介がなかなか、悲しみそうじゃの。わし一人のときだけに出てきおってみた感じじゃの。さあ、まあ見ろじゃ。名もなき通貨、豆さんにニトロの、刹那圭介の知り合いの豆さんにニトロのなんか。でもわしも容赦せんぞ。名もない通貨、もう名前つけてあげてもいいぐらいに特徴あるぞ。倒すぞ。どんどん進んでいく。次の回は地獄絵図じゃ。通貨サンタまでやられとるし、あれは、なんじゃこいつは。みんな殺されてる。教会の中がめちゃくちゃだよ。やっぱ刹那圭介のモノマネにうまいんじゃないかな、わし。なかなか一緒にいるだけあるわ。お、お前だったか。あ、これも刹那圭介読んでたの。まこちゃん、よかった。無事だったんだ。もう完全に刹那圭介のモノマネできてるの。わし、結構モノマネできるタイプかの。ちょっと別のモノマネやってみるかの。なんかこの野郎いけないと。やっぱ刹那圭介のものにしかできんのわし。教会に入ったらこんな様子だったからすごく心配だったよ。アルだ。うん、びっくりしちゃった。アルはどうしてここに。そうじゃ、アル向こうの世界に。え、てかサンタ、なんだったっけな。あ、視聴者の方がコメントしてくれとったのに覚えるの忘れとった。すまんの。刹那圭介がおっても覚えると思うが。レインディアに心配だからモコを見に行ってくれって言われててね。お姉ちゃん、この感じを見ると教会のサンタは全滅みたいだね。早く来られてよかったよ。お、つまり倒れてるのは教会の感染しないサンタだったのか。つか みんなめ、他のサンタがめっちゃ周り囲んでるぞ。周りに近づくにいるぞ。もうイベント終わったら、この会話終わったら攻めてくるぞって感じだぞ。マコちゃん、サンタ教会は壊滅して、これで、これだよな。なんて読むんじゃ、ノブヒコ。あれ、なんちゃって、ノブナリだ。え、ほんとコメントも覚えてる。忘れとった。すまんの、ちゃんとコメントしてくれた方がおったのに。レンディはここで待つ必要はなくなった。一緒にここから出よう。うん、わかった。目標更新じゃ。教会のサンタはいなくなってしまった。レンジャーのいるシティへ向かおうか。レンジャーちゃんと覚えてきたんじゃな。あいつやっぱり勉強できるタイプじゃの。お、そしてアルが仲間に。アルレベル低いの。もうちょい頑張れ。
サンタのところにつけないぞ、それじゃ。何も装備できんのか、もっぱだか。今回じゃからの、特に服とか着せてくれないんだろうな。信彦さんだったかの。信彦さんがちょっとあるに気遣い頼むんじゃないかの。あ、でも攻撃は高そうじゃ。これは期待できるぞ。もこちゃんだったらこう、もこちゃんだけだったら攻撃がちょっとの、乏しいからの。こっちは入れない。こいつなんじゃ。これ闇の空間に立っとるけど、何者じゃ。僕だと思った。俺間違って配置された存在だと思った。うん、間違った配置じゃないとは思ったが、超人だと思ったよ。反応薄ないか。せっかくここで出会ったのは反応薄ないか。はい、ってことあるぞ。不具合じゃねえよ。あそこの右下に出とるサンタってないわ。トナカイにも話しかけたいの。お前勝負じゃ。めっちゃ気持ち悪いに出てきた。見たことあるかの。わからん、まあ、とりあえずこのジャガイモモドキを相手するぞ。あ、弱っ。カレーの具に混ぜてやろうと思った。一瞬して爆散したわ。ああ、シェントルだけか。じゃあどんどん行くぞ。刹那ゲースがおらんでもここまで来てんじゃ。わしはもう毎日の努力が積み重ねをやっとるからの。あと2人でやっていても1人分のね、熟練度を得てるからの。どんどん行くぞ。なんかボンバーマンみたいなの出てきた。爆弾投げてきたりせんかの。あ、そっか、アルがおるんじゃ。アルがおるからとりあえず戦闘は楽じゃ。多分モコちゃん一人じゃやばかったじゃろうの。ヒリアのためのチケット。わしはヒリア中じゃないぞ。発言値なだけじゃ。勘違いするな。わしは罰位置じゃ。ヒリア中じゃないぞ。サンタ水タイプ。おお、なんかいいデザインじゃの。水タイプってことは電気食らうのかの。あるに電気の攻撃あったの。これ使えばいいんじゃないかの。あれ、こんなもんなのか。こんなもんなのかの。わからんけど、まあ大したからいいかの。本当今回プレゼントボックス多いの。刹那圭介が見たらすごいクラシカルじゃろうの。ざまあみろじゃ。どこじゃったっけの。あ、しまった。どこに行けばいいかとか聞くの忘れとったの。絶対こっちじゃよ。絶対こっちじゃけど行きたくないの。しょうがない、行くか。英国剣士サンタ何世じゃこれ。これ何世って思うんじゃ。わからんぞ、わしそういうの苦手じゃ。とにかく強そうな感じだし、顔はちょっと可愛らしいし、なんでこいつは。刹那圭介おらんでもこんなやつ倒してみせるもん。そんでお兄ちゃんだとか。あ、アールがやばい。アールがやばいぞ。アイテムもないしの。短期決戦で挑むしかないかの。お、なんとかなったか。よく考えたらやばいぞこれ。コカ・コーラ手に入れ、カカ・コーラか。騙された。コカ・コーラかと思ったら騙されたわ。でもよく考えたらこれ連戦ちゃうの。あるかやばい。陰気なサンタ、その陰気のまま消えてくれたらありがたいんじゃがの。モコちゃんも攻撃技使うか。ダブポイントはとっとダンドック、まあ使ってみるかね。戦いランド。おっ、敵の攻撃を待つ前に倒したぞ。こういう感じじゃ。ラスト1匹あるを殺すわけにはいかん。あ、こいつは弱そうじゃ。ロリを守るために、ロリを配るロリを守るために、なんか配るロリを守るためにってちょっと早口言葉っぽいの。クルル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 ル。めっちゃ最初の方に感じまった。ここカットしてもらおうかの、刹那圭介に。とりあえずバン、めちゃくちゃ弱いの。よくそんなにロリ担げたの。軽いロリだったのかの。どこにおるんじゃってか、その前に生物じゃ、生物が回復じゃ。あ、こいつじゃない。あ、スピーディーの方が良かったの。セーブじゃ。これでよし。わしはどこに行けばいいのかの。
とりあえずその辺をおろす空間、こっちは違うの絶対。もう本当にこっちで合ってるのかの、ちょっと自分がわからん。なんか出会いの制度ってなんじゃ、あ入れんのか。うわー、で出たー。これイベントか、接続ケースが俺の時にこんなイベントやっていいのか。まあいいか、あいつ暮らしがるんじゃろうかの。なんだこいつ、こいつも凶暴化なのか。兄弟かもしるけどな。どうしよう、こいつね、さっきも牢屋で会ったんだけど足がとても速いの、逃げたって追いつかれちゃうよ。くっ、それなら迎え撃つしかない。僕たち二人でいけるのかの。絶対やばい、牢屋相手にも容赦しないぞこれは。出たよこの BGM、 やばい匂いプンプンじゃん。しかもわし早くアイテムを持ってらん、絶対長期戦やばいぞこれは。アイテムを叩いておいた方がよかったぞ。言ってるそばからモコちゃんがやばいしの。ああ、モコちゃんがやばい、何もない、早くアイテムなんかなかったんじゃ。倒せ、え、これ負けイベントか、いわゆる負けイベントやつってやつですか。接続ケースから聞いたことがあるぞ、負けてこそストーリーが進む的なやつかな。こいつ強すぎる、もうダメだ、二人とも死んじゃう、殺されちゃうよ。どうした、ある、いやそんなことはさせない、モコちゃんは生きなきゃ。トナカイさん、僕たちの世界の問題で人間を死なせるわけにはいかないよ、死ぬのは僕だけでいい。お、なんじゃこのイベント的な戦闘は。モコちゃん、こいつは僕が引き止める、君だけでも逃げるんだ。ダメ、そんなのダメだよトナカイさん。安心して、子供のために死ねるなら本望だよ。かっこいいの、ベアエンディアに伝えてほしい、サンタシティを救って絶対に二人で生きて帰ってほしいってね。うわ早く逃げるんだ、うわえ早く、うわロコちゃん早く逃げるんじゃ。ダメだこの子、できるだけ時間を稼ぐしかない。なんかこんなイベントになったけど、イベントに入ったってことはハロで一人だけでも倒せるんじゃろ、多分の。倒せんかったらわし泣くよ、泣くぞ。いけ、おっとっとっと、トナカイルウクソが使える。はーい、いけるかな、これいけるか、いけんかった。あれ、これもイベントか、これもいいのか。まだだ、ある、全力を尽くすんだ。お前は子供たちのために生きてきた、こんなところで子供一人救えないグズで悪気なんかない。なんじゃ、 HP0 のままで戦っとる、ランブじゃ。なんじゃ、あるから謎の力が、謎の力が浮き出ているぞ。これはどんな力なんじゃ、あるから、あるにみんなの魂が集まっているようじゃ。みんなの魂がオーバーロードしている、視聴者の魂がアルに乗り移っているのか、視聴者の思いがみんな死神ディガサンタを倒すというのか。やった、よかった、僕子供のために戦えたんだ、それだけでとっても幸せだよ。モコちゃん、僕の意志は君たち姉妹に託す、強く生きるんら。あるある、最後噛んだね、辛いの、なんかモコちゃん辛いの、なんか切なケースケおらん間にこんなイベントクリアしちまった。鈴木介、ざまみろじゃ。
さ、蜜を刺すようなことをやめろ。わし、セーブしたいんじゃ。どけ、そこをどけ。そこをどくんじゃ。カチムチ、カチムチ、そこをどく。せつなケースが帰ってきてくれんかなあ。うわ、わし別に一人でできんわけじゃないし、最後のはちょっとミスでやっただけだし、焦ってただしだし、あ、別に刹那圭介の手借りずとも僕、あ、わし一人でできるし、あ、ちょ、別に今の僕っていうのは動揺したわけじゃないぞ。